皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。10月に入ったんですけれども、台風がこう相次いで接近したりして、その影響でだいぶ暖かい日々が続いてますけれど、直近で、台風24号が過ぎ去ったところなんですが、また今週末続いて25号が接近してまして、当初よりもだいぶ東寄りのコースを取っているために、多分この3連休を日本列島直撃しちゃうんじゃないかなっていう感じなんですけど、今日の話題はですね、こちらです。映画ザ・プレデターなんですけれども、こちらの映画、9月の14日に公開されたものなんですけれども、公開直後に見に行った友達によれば、面白かったよっていう話だったんで、ちょっと気になっておいたんで、劇場行って見てきました。ザ・プレデターは SF ホラー映画のプレデターシーズン4作目にあたるもので、1987年の第1作、90年の第2作、そして、2010年のプレデターズっていう作品に続く第4作目ですね。監督は、第1作に、ちょっと下ネタが大好きな特殊部隊の隊員ホーキンスを演じたシェーン・ブラックが務めました。でですね、今日は何も、映画の感想を述べて、ネタバレしようっていうわけではなくて、10月ということで、ハロウィンも近いということで、こちらのバイオマスク、こちらのレプリカを作ってみたいと思います。ただゼロからフルスクラッチで作るとい うちょっと予算もちょっと取れないので、極力安く上げるためにダイソーなんかで売ってる材料を使って、作っていきたいと思います。でマスクの素材となるものなんですけれども、こちら、ダイソーで売られている EVA スポンジシート 300mm×300mm のスポンジシートなんですけれども、はい、というわけで、元になるマスクの大体の形は出来上がりました。これに、今作のフィジティブ・プレデターのそれらしい装飾を加えていきたいと思います。
はい、というわけで、これでほぼ、装飾も含めて、ベースになる、マスクの方は完成形に近くなっています。であとはこれに、塗装をしていく感じになると思うんですけれども、まあこれはこれで完成でいいんですけど、映画の中ではこのフュージティブプレデターはちょっとマスクにダメージを負います。でダメージを負った胸像のまあ、レプリカみたいなやつが発売されてるんですけれども、まあこの左目のこう周辺にこう爪で引っかいたような、大きな傷がついてるんですけども、まあ、それも一応今回は再現してみようかなと思います。で、まあ、傷のつけ方っていうのは、まあ、さっきこのここら辺にキャラクターラインを彫ったんですけど、まあ、このハンダモテでやっていきたいと思います。というわけでこんな感じで傷をつけてみました。まあこれが塗装した時にどんくらいにいいな感じになるかは分かんないですけど、まあその時はその時でまた汚しの塗装とか入れてみたいと思います。じゃあこれでとりあえず、マスクの原型は完成としたいと思います。というわけで塗装をやっていくんですけど、今回のバイオマスクは、ベースカラーがちょっと濃いめのメタリックグレーっていうんですかね、それに、ちょっと金の差し色が入ってる感じなんですけど、まあ全体的に、まず、メタリックグレーで拭いて、でこの口元のこんな輪っかみたいなやつと、ここのおでこの一部が金色になってんですかね、その、 あの輪っかの中のこのから縦長のちっちゃいやつも金色なんで、まあベースカラーはこちら、はい、このウェザードスチールっていう、ちょっとこうくたびれた感じの金属の表面を再現したような塗料というかスプレーですね、これはね、これでベースを拭きたいと思います。でこの口の輪っかの内側にあるちょっとこうなんか三角形っぽいやつは、ベースのメタリックグレー若干濃い感じなんで、ちょっと手元にメタリックのブラックがなかったんで、まあ、このウェザードスチールとこのラッカスプレーの黒ですね、まずこの黒をベースに拭いてからこちらを拭けば多少濃く見えるのかなと思うので、ちょっとまあ、塗りのテストをやってみてから塗ってみたいと思います。はい、こちらも塗っちゃった後なんですけど、この口の周りのこの金色のやつですね。こっちはまあ、ベースは特に拭かずに、そのまま金色拭いて、これ3回くらい塗り重ねてやってますね。ちょっとまあ、やっぱり、地の緑の色が出てきちゃうので、3回ぐらい塗り重ねてやってます。でこちらがバイオマスクの本体ですけど、こちらが一応先ほどのウェザードスチールのスプレーを拭いてみたやつなんですけど、まあこれもやっぱ 2,3 回重ねることで、まあそれなりにちょっとくたびれた感じの金属の表面が表現できるんじゃないかと思います。はい、その他のちょっと細かい装飾なんですけど、まあ、プレデターというと武器はプラズマキャノンというね、あのこう三角形の赤い点がこうまず相手の体にこう当たって、それで打ち込むこの100発100中の武器なんですけど、それをまあちょっと再現するのに
車をちょっと再現するのに今最適なものを見つけました。というわけで、こちらプラズマキャノンの、まあ、正確に言うとこれは照準なんですけどね、この照準の LED のちょっと基板をいじって、全部赤く光るように変更しました。で光らせてみると、はい、こんな感じですね。でフラッシュパターンが3つあって、これは非常にもうストロボ発光みたいなやつで、もうちょっとこう間隔が短いものと、さらにゆっくりこう明滅する感じの、発光パターンがあります。はい。で口元の金色の部分は一応塗装が済みましたんで、あとは、はい、というわけで、口の周りのパーツの塗装は終わりましたんで、残るはこちらバイオマスク本体の塗装をしていきたいと思います。はい。ヘルメットの本体全体の色なんですけど、まずこう面積の広い、頭の上のあたりから塗っていきたいと思います。まあ、一回にベタって塗っちゃうとこう垂れちゃうと思うんで、まあ、薄く塗り重ねる方法でやっていきたいと思います。はい、というわけで、マスクのベースになるシルバーはこれで拭き終わりました。合計で、まあ、全体で、まあ、3、4回、重ねて拭いてますけど、まあほぼ完全に濡れたんじゃないかなと思います。これにですね、こちらの口元のパーツをこう貼り付けて、まあ、ほぼ出来上がりだと思いますけど、やっていきたいと思います。というわけで、これで、ほぼ完成となります。ここに、プラズマキャノンの、まあ、レーザーサイトと目のところにはこう透明のカバー、これ、ペットボトルの廃材で作ったやつですけど、入れてみました。まあ、これで完成ですね。まあ、プレデターの映画の最新作は、まあ、評価はいろいろ分かれてますけど、まあ、ファンなら見て損はないと思います。まあ、個人的には楽しめる作品でした。よろしければ、まあ、劇場行ってご覧になってみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。よろしければ関連動画から他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。